アンダーアーマースプリントコーチの秋元慎吾です。今日は足が速くなるための計算式についてお話ししていきたいと思います。足が速くなるために必要なことは2つしかありません。まず足の回転するスピード、これをピッチと呼びます。この回転するスピードをとにかく速くすることっていうのがスピードを高めるために、速く走るためには非常に大切なことになります。もう一つが走るときのストライド。 歩幅を大きく広げることが大切になってきます。例えば、えー、足の回転するスピードがものすごく速い。ただ、一歩の歩幅が狭いと、これ前に進んでいかないですよね。逆に一歩の歩幅がすごく広い。でも逆に回転するスピードがゆっくりだと、当然これもスピードが高まっていかなくなってしまいます。ですので、速く走るために大切なことっていうのは、とにかく手足の回転を速くすること。 そして一歩の歩幅を広げること、この掛け算がスピードになるっていうことを、ぜひ頭に入れていただきたいと思います。えー、例えば、100メートルの世界記録保持者の例で言いますと、一歩の歩幅がなんと3メートルもあるんです。そしてかつ、これだけ歩幅が広い上に、足の回転するスピードが1秒間に4回転以上回転するっていうふうに、えー、数字、データ上は出ています。つまりはこれ掛け算になるんで、 1 13秒間に13メートル近く進んんででいいるるととうこになすトップのアスリートになればなるほどこの回転するスピードが当然速くなりますしそれをさらに広い大きい歩幅で足を速く回転させることができるっていうところが大きいポイントになるわけです是非皆さんもこのトレーニングをする時に足が速くなりたいって思った時にこの回転と歩幅 高いレベルでこの2つを両立させるってことをぜひ大切にトレーニングしてみてください。次回の動画では、速く走るための姿勢についてお話ししていきたいと思います。